マイク入ってます。今度はちゃんと入ってます。大丈夫ですね。はい、はい。10分というちょっと限られた時間ではあるのですが、ここからは、ね、はい、鹿児島県伊佐市の PR タイムということで、はい、よろしくお願いいたします。伊佐キング様にご登場いただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。すごい人ですね。はい、夜なのに、はい、素晴らしい。はい、もうね、伊佐市の人口よりも多い気がする。いや、そんなことないですよ。そんなことないですよ。そんなことないですか。そんなことないですか。そんなことないですよ。よかった。私は伊佐市のですね、公認キャラクター伊佐キングと言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ゆるキャラグランプリなどでもね、そうですね、見かけられたという方いらっしゃるのではないでしょうか。そうですね、もうだいぶ前ですけどね、福岡でも PR いっぱいやらせていただいて、ね、その時も伊佐市さんと一緒にね、はい、仲良くやったんですけども、今はもう伊佐市のキャラではなくてね、はい、伊佐市から公認を受けて自分でもう勝手にね、もう闇営業のごとく、いや、闇営業、そういうことを言わないでください。そういうこと言わない。そういうこと言ったらダメなんです。ダメです。もう全国つつうらうらね、伊佐を PR しております、はい、ね。でも今日はなんと伊佐市さんのちゃんとした PR イベントということで、伊佐市さんね、3人4人5人ぐらいいますが、あそこにブースがあります、ね、あちら伊佐市の職員とね、ファミリー一丸となってね、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうですか、今日はもう焼酎とあとお米ですかね、伊佐市はね。はい、そうですね、今日は伊佐米の方をたくさん持ってきてます、はい、それから、高校生が作った豚味噌の方も、特産品たくさん揃えておりますの で、 そうです、ね、ぜひこの後買いに来ていただけたらと思います、はい、よろしくお願いいたしますね。お願いします。もうちょっとね、なんかステージの3に疲れてるんですけども、まさかね、ステージ裏で20分待たされるとは思わなかったんでね。すみません。いやいや、私もなかなかこの状態で真夏に20分待つってことがなくてですね、そろそろ死ぬかなみたいなね。もうちょっとだけ頑張ってください。いやいや、大丈夫ですよ、はい、せっかくね、伊佐ってだけではなくて鹿児島の焼酎の PR でしたから、止めるに止めれない状態でしたからね、良かったと思いますね、うん、ちなみに鹿児島の北海道という異名を持つ伊佐市なんですが、はい、寒いですね、はい、どうですか、今日、昨日、今日は暑いですか。昨日、今日もかなり暑かったんですけれども、はい、そうですよ、北海道と言われてるけど真夏はもう、はい、日本で一番暑いですからね。ちゃんと暑いです。もう鹿児島県内でもトップに入るぐらい暑いです、はい、ただ冬になりますと、うん、マイナス氷点下行ったりとかありますね。そうなんですね、はい、そうなんですよ、うん、先ほどちらっと伊佐米、伊佐のお米のお話がありましたけれども、うん、はいはいはい、こちらのブースにも今日お持ちいただいてるんですよね。そうですね、伊佐米はこれから福岡の方々にはまだまだね、福岡も結構米どころですけども、南国一の米どころといえば我が鹿児島県伊佐市ですから、はい、その美味しいお米をなんと1キロ当たったらプレゼントというね、素敵な企画をやっておりますので、ね、はい、今日はですね、伊佐米当てましょうということで、うん、特産品を買っていただいた皆さんにですね、はい、限定して伊佐米当てましょう、1キロぴったり当てるを目指して、伊佐米の重さ当てゲームをやっております。はい、これ明日までやりますので、ぜひ、皆さんこの後ブースに来ていただいて何か商品を買っていただければ、はい、はい、いざもやってみましょう、チャレンジできますので、何か一つでも商品を買えばチャレンジできる、はい、商品が100円からございますので、はい、もう何でも構いませんので買っていただければぜひ、はい、いざもやってみましょう、たくさんいざもやの方も準備してますので、ぜひですね、来ていただければと思います。そうですね、ちなみにこの会場内の皆様、伊佐市に行ったことあるよっていう方どのくらいいらっしゃいますか。ちらほらといらっしゃいますよ。その方々生きてますか、ちゃんと。迷ってません、迷って帰ってこれなかった例とかじゃなくて、ちゃんと行った方々、素晴らしいです、ありがとうございます、うん、イーサキングのファンの方、本当ですか。あ、ファンの方、ありがとうございます。ありがとうございます。明日私四国に行かないといけないんで、ね、すいません、ね、ありがとうございます。キング様は、今日のみの登場となります。そうなんですよね、今日のみですけどもね、はい、いや嬉しいですね、伊佐に来たことがあるっていうのがね、うん、結構僕、はい、空港降りたらね近いんですけども、福岡からだったら結構道のりがありますからね。あ、福岡
からのアクセスとしてはどのように行くのが一番いいですか？車ですかね。車、それから、新幹線で水俣まで来ていただいて、はい、新水俣で新幹線降りていただいて、そこからバス停という形が一番来やすい形かなと思います。なるほど。私も今日は新幹線で来ましたから。あ、新幹線で、はい、この状態でね。この状態で水俣、新水俣駅から来ましたよ。ちなみにこれから秋にかけて伊佐市で何かイベントなどありますか？あ、いいですね。はい、伊佐市ではですね、有名な東洋のナイアガラと言われている、滝幅 210m を誇るソリの滝という滝がございます。その滝がある公園がですね、11月になりますと、もみじで紅葉でいっぱいになります。そこで毎年11月下旬にもみじ祭りが行われますので、直近のイベントとしては一番大きなイベントとなってます。そうですね、もう、はい、バッチリですね。私なんていらねえんじゃねえかという完璧なトークでね。大丈夫です。あんなに喋れない私、地元のことは。うろ覚えだったから助かった、でももみじ本当に綺麗なんで、はい、ちょっとね、もみじ祭りより例年のベースでいくと早めがいいよね。そうですね、山下くんね、山下くん。ちょっと早め、そうですね、ちょっと早めがね、綺麗に見える時期なので、11月の中頃、中旬かな、中頃ですね。中旬がいいですよ、皆さん来るならね、はい、ちょっと寒いので防寒もしてきていただくとですね、伊佐市はですね、ちょっと寒いとこですので、はい。そして焼酎も大口酒造さん、はい、はい、大口酒造さん、伊佐市に、伊佐市といえばね、蔵元でございます。はい、黒伊佐の伊佐は、はい、黒伊佐の伊佐ですね。伊佐市の伊佐、そうですよ。今ね、結構博多じゃね、CM バンバン流れてると思いますけども、はい、大口酒造さん伊佐なんでね、はい、ぜひ覚えて。そうですね、焼酎祭りとかもやってますから、大口酒造さんもね、もう飲み放題ですよ。飲み放題、そうです、ね、酔っ払い放題、はい、バスは出放題ですから大丈夫なんで、はい、もしかして、もしかして喋るの長すぎたぞっていう感じですか今の。大丈夫ですか？大丈夫ですか？時間はまだこの後、はい、2回目の登場もありますからね。そうですね、話したいことがあったらそこでまた、はい、お話を、またね、PR をね、はい、PR をちゃんとしないとね、はい、はい、ちゃんとしていきたいと思いますので、ね、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではこの後また再登場いただきますので、はい、また伊佐の PR、はい、伊佐情報よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。伊佐キング様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ね、キング様、今か今かとね、ずっと出番待ってらっしゃいましたもんね。どうもありがとうございました。またこの後、2回目の登場となりますので、楽しみにお待ちいただきたいと思います。